意味がわからん。本当に意味がわからん。皆さん、おはようございます。水星のごとく現れたスターの原石、アイドル VTuber の星町水星です。スイちゃんは、今日もかわいい。パソコンが壊れました。なぜですか？あ、ついた！なんか細かい話をさせてもらってもいいですか？まず、本日、ついちゃんは、スリープ状態のパソコンを起こそうとしました。いつも通りエンターをしてね、カチカチカチって。で、そしたら、つかなかったんですよ。あれ、モニターついてないのかなと思って、モニターカチ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 ってしてたの。いや、でもモニターついてる、なんかブルースクリーンになってる。HDMI うんちゃらかんちゃらって書いてある。ん？でもパソコンはなんかついてる風だし。これ繋がってないのかな？パソコンとモニターが、と思って確認しました。繋がってました。しっかり。で、多分パソコン自体は起きてたんだけど、スリープから解除されて多分起きてる状態だったんだけど、なんかそれがモニターに映し出されないから、なんかおかしいなと思って、しょうがないから、強制シャットダウンしたんですよ。その後、もう一回つけたら、つきました。あ、よかった、よかった、よかったと。あ、なんだ、なんだ、と思って。で、そしたらその後、一回離席しようと思って、またスリープにしたんですよ。で、スリープにしたら、またつかなくなって、スリープ解除しようとしたときに、またつかなくなって、なんやと思って、で、これ、なんだろうって、また同じ問題が起こってしまったってなって、で、もう一回、強制シャットダウンして、で、もう一回つけたの。そしたら、デスクトップ画面、っていうか、起動画面、起動中ですみたいな、つくもって出てきてるあの黒い画面があるんだけど、そこの画面で、このくるくるくるっていう、そのくるくるくるが、動かないと。動かないと。なんだいこれは、と。強制終了めっちゃやばいので、マジやめた方がいい。いや、でも、強制終了しないとつかないんだもん。で、なんかその、くるくるくるが動かなくて、なんだこいつは、と思って、もう一回強制終了したと。3回強制終了してんのね。そのせいかもしれない。で、もう一回つけたの。そしたら、なんか今までに見たことない画面になって、自動修復中です。パソコンは調査中です。みたいな出てきて。そしたら、ブルースクリーンで、パソコンを起動することができませんでした。再起動するとうまくいく場合があります。再起動しますか？みたいなあって、じゃあ再起動よろ！つって再起動したの。で、そしたら、またつくまっていう真っ黒い画面で、くるくるくるってなってて、このくるくるくるがまた止まってて、もうどうしたらやねんこれ、もう殺すぞと思って、もうイラ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 してたら、なんと、着いたんで、そのまま待ってたら、あんた私の忍耐力がなかったんだ。これもうちょっと待ってあげるべきだったんだなって、それ強制終了したから、そりゃさ、もう今ちょっと立ち上げるの一生懸命だから、ちょっと待って待って待ってて、そりゃなるわと思って、なんだと思って、大急ぎで配信の準備しようと思って、で、パソコンいじってたら、うーんって落ちましたと。落ちて、ってなって、もうどうしたらいいねんってなって、困った。もうどうしようもない。また強制終了するのも、ちょっとパソコン的に危ないし、もうみんなに聞くしかないと思ってスペースを立ち上げて、ほったらかしにしてたら、つきました。パソコンが。ほったらかしにしたらつきました。ので、配信行えると思うんですけど、なんか、また真っ暗になった。また真っ暗になった。また落ちた。 HDMI のシグナル。また落ちちゃった。ダメそうですね。また壊し、なんかまたとか言うな。ケーブルかな？ケーブルなのかな？そうかも。放電するために1日ぐらい電源コード抜いて放置した方がいいかもしれません。なんでやねん！今日配信しようと思ったのにさ。ケーブルのコードがいかれただけかも。あれ、HDMI のコード別のやつないかな？ちょっと探すわ。HDMI コードってさ、家の中になんか大量に溢れ返ることない？スイッチはちなみにね、もうね、家の中に10本ぐらいあると思う。スイッチのコードでしょ？このスイッチからちょっと抜くか。この HDMI。大
変な作業だから嫌だな。削くよ。よいしょ。HDMI コードをいった抜いて、パソコンの HDMI コードと交換させていただこうと思います。でこれついてる状態でやってもいいのかな。なんか最近よく断線起きるんだよな。なんでパソコンの裏側だから、なんでそんな簡単に断線するのか僕は分かりませんね。刺されー、刺さらんか、刺され、え、刺さらないかも、え、マジ、え、やばい、刺さらん、え、よいしょ、ここか、え、ついたついたついた、よし、で、ここがくっつくやん。で、ここにコードを入れ込ませて、うんとこせ、どっこいせ、よいしょ、よいしょ。ただの断線であってほしいなぁ。じゃないと、明日、みこちとコラボの予定が、よいしょ、あったのに、できなくなっちゃうよ。えて、こーん。困った時の UGC。そうなんだよ、困った時の UGC はね、引っ越しちまった。さようなら。悲しい。これか？あれ ?HDMI ってどれ？これか。これやんな。見えない。見えない。どこ？どこですか？どこに差し直すんですか？あー、かったるい。くそ。めんどくさい、すべてが。スイちゃんの髪の毛が邪魔！よいしょ。どこ？これか。これを、ここに、差し込む！さあ、どうだ？パソコン。おい。こら。おい、こら。エースース。この古い HDMI ケーブルを、回収。回収。HDMI、ノーシグナル。殺すぞー！嘘でしょ？ノーシグナルなはずがないやん。え、だってノーシグナルってついてるってことは、これ、モニターの電源が刺さってないわけではない。はぁー！はぁー！てか、ホコリっぽ。スイちゃん、喉がやられる。助けて、シシローン。何でもしてくれる、シシロボタン。どうよ！おい！おい、こら！おい、着きなさいって。起きなさーい。おはようございます。起きて起きてー。起きて起きてー。起きて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 ー。ふーたん！ねえ、どうしよう！ねえ、まずさ、みんなでさ、白県のみんなでさ、ディズニー、あれ、ま、いくら行こうって話してんのにさ、間に合うかな、これ。修理出して。白毛マイクラ見ることを願う。見たい、見たいよね。だって明日はコラボなんだよ。どうしよう。明日。オフコラボに変更。オフコラボに変更って。そういえば今日、大きくぶつかってしまったんですよね。パソコンに。ドガーンって。大丈夫、痛かった。ごめんね、ごめんねって思ったけど、もしかしたらそれで外れかけたのかな。よろしくお願いしますって言いながらエンター押したらなるよ。オッケー。よろしくお願いしまーす。つかないな。あれ？おかしいな。なんでだ？友人 C も引っ越しちゃうし、差し直しくらいはね。もう新しいの買おう。高かったんだよ、これ。しかもさ、届くまでにめっちゃ時間かかったんだって、本当に半年ぐらい。マジで。いや、無理無理無理。私、1ヶ月くらい配信できなくなっちゃうよ。1ヶ月くらいスタジオに、通って配信しないといけなくなっちゃう。無理だよ、そんな。無理無理無理。一回じゃあ、消します。切れました。強制シャットダウンです。強制的なシャットダウンです。あー、おかゆちゃんの生誕祭が始まるー。おかゆー、おかゆー、うー、はい。では、皆さん、ありがとうございました。本日の配信なんですが、多分無理っていうか、パソコンつかないからさ、待機所も消せないというね、このジレンマ。はい。ちょっと、
いろいろマネージャーに相談して待機所は消してもらうかと思います。明日のコラボやりたいけど頼まなかったらすいません。それじゃあ皆さんありがとうございました。 See you again, have a nice day. おちまち。ああ。